そんな観客が一番期待していたものはやはり力道山の登場である。力道山はこの第2回ワールドリーグ戦でも決勝に進み優勝を狙っていた。5月13日レオノ・メリーニとの決勝戦は有名人がリングサイドに並んだ。観客で埋まった会場に力道山が入場。闘志を胸に秘めリングに上がった。人々は力道山の勇姿を胸を躍らせて見守ったのである。イタリアのレオノ・メリーニは元アメリカンフットボールの選手であり、フライングタックルが必殺技である。力道山はレオノ・メリーニを見事に破り、第2回ワールドリーグ戦も優勝を果たした。並み居る強豪外人レスラーを次々と倒し、その強さを証明した力道山。その必殺技空手チョップは外人レスラーを震え上がらせて